今日も元気に日本語を話していきますよ。ジャカルタコミュニケーションクラブのフリープログラム、ジャパニーズランゲージトライアルクラスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではね、今日はイジ先生が JCC の先生として参加してくださっていますが、イジ先生から聞きましょう。イジ先生は日本語何年ぐらい勉強していますか？参拝しからんかん。あ、大学生からです、うん、それは、はい、数えて数えて、はい、いっぱいいっぱい数えて大学生からだからね。10年ぐらい。わーおー、長いですね。年がバレてしまいますね。はい、で、イチ先生はもう日本語を勉強して10年ぐらいですが、ね、はい、日本語を勉強するようになったきっかけは何ですか？きっかけというのは、これはまあ理由となった出来事ですね。はるはるやんじゃてですね。きっかけ、日本語を勉強するようになったきっかけは何ですか、一先生は。はい、じゃあ私はもともと語学と歴史が好きです。で、あ、そうですね、うん、あの時は 3年生の時、うん、急にサムライの映画を見ました。あれは多分初めて日本の時代劇の映画を見ました。で、好きになりました。 Falling in love 日本語歴史はすごいですね。で、その時から、じゃあ私は日本語を勉強します。そうそう、それ先生聞いたことがある、イチ先生からね。イチ先生は大学生の時にザ・ラスト・サムライ、トム・クルーズだっけ、トム・クルーズの映画を見て、あの日本の時代劇ですね、あの昔のドラマを見て、サムライとかね、いろいろ出てくるのを見て、かっこいいと思って恋に落ちたわけですね。フォーリング・ラブですね。で、それから、はい、あのその時代劇とか昔のことを知りたくて本を探したら見つかったけど、その本が全部日本語で、英語じゃなくてね、日本語で、あ、これを読むためには日本語勉強しなきゃいけないじゃんということで日本語勉強し始めたという、素晴らしいですね、このきっかけはね。はい、それでは、続いて、じゃあ誰に聞きましょうかね。じゃあディノさんに聞きましょうか。リノさんは日本語をもうどのぐらい勉強していますか？5、6年ぐらいです。5、6年ぐらいですか。日本語を勉強するようになったきっかけは何ですか？はいはい、写真、やっぱ飛行機の写真です。そこからはい、穴からです。私は好きです。穴ね、あの飛行機の穴ですね。はい、飛行機の穴ですね。はい、そうです。はい、そこから、日本語と日本の文化を勉強します。ちょっとよくわかりませんが、はい、リノさんは、はい、リノさんは、はい、全日空という穴ですね。はい。はい、穴という全日空の飛行機が好きになって、はい、日本語が好きになったの？はい、そこからです。そこ、はい、ちょっと珍しいパターンですね。ちょっと珍しい理由ですが、はい、まあ、さっき、うん、はい、どうぞ。アナは初めて、ボーイング787のユーザーです。そこから日本語と日本の文化を勉強します。ね、リノさんね、なぜかというと、はい、イチ先生の場合は時代劇がすごく面白かったから日本語を勉強するっていうのはすごくなんかこうつながるのね、にゃんぶんなの、なんとなくね、はい、でも、はい、飛行機が好きでしたから日本語を勉強しますっていうのはなかなかちょっと手だにゃん、すさにゃんぶんかなと思うんですが、でも、はい、もうそれはとても素晴らしい。ということはリノさんの将来の夢はアナに就職することですか？はい、そうです。私の夢は。頑張れリノ。頑張れ。はい、先生、よろしくお願いします。先生。はい、よろしくお願いします。先生によろしくお願いされても困るんだけど、ここにいるみんなは全員応援しますよ。リノ。はい、皆さんよろしくお願いします。
ね、あの、はい、よろしくお願いします。はい、いつか、まあ、5年後ぐらいにアナの飛行機に乗ったらリノさんが、ね、スタッフとして働いてるかもしれませんね。楽しみに待ちましょうね。はい、では今日初めて参加したシャフルルさん、シャフルルさん、日本語を勉強するようになったきっかけは何ですか？シャフルルさん、シャフルル、シャフルル、シャフルル、難しいな。ごめん、今カフェになりますからな、ちょっとうるさいです。あ、うるさいですか。じゃあ呼びましょうか。シュラントさんに行きましょうか。はい、シュラントさん。シュラントさんは日本語をどのぐらい勉強しましたか？どのぐらい？シャフルルさん、なんて言うや、ごめんなさい。だろう、多分、仕事をやるしながら、あまり数えしない。しませんですね。数えてません。うん、はい。な、じゃあなんとなくずっと勉強してる感じですか？あの、そうです。あの、仕事しながらで、うん、遊びしながら、うん、遊びながら、うん、はい。でもシュラントさん、あの、じゃあシュラントさんが日本語に興味を持った理由とか、うん、きっかけがありますか？あります。何ですか？あの、うん、始めた働く時に、はい、働いた時に、あの、日本人は見て、うん、で他の人と日本人と、うん、あのコミュニケーションは聞きまして、うん、で何ですか、プライドは持てる、もし私がコミュニケーション、日本語のコミュニケーションできれば、うん、すごいですね。こういう感じは持てて、うん、なるほど。で、そこからあの、日本の言葉が毎日暗記します。あ、そう、暗記したんだ。じゃあ、シュラントさんは初めて仕事をしたときに、まあ、あの、友達が、他の人が日本人とコミュニケーションを取っていて、それを見て、そう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 、あ、はい、私も日本人と日本語でコミュニケーションを取れたらいいじゃないかなって思って、それからはもう毎日たくさんの言葉を暗記するようになりました。そう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 、あの、できるだけあの文法あの守らなくても、あの、うん、言葉たくさんできれば多分あのコミュニケーションはできるという、うん、考えます。はい、素晴らしい、スラントさん。あの、実はね、先生は日本語の先生だから、あまりそれはワーバグスと言えないですね。なぜなら日本語の先生は文法も大切ですから、言葉だけというのはあまりあの褒めることはできないんですが、でも実は言葉の勉強は、言葉の勉強は結局この単語の数です。ボキャブラリーの数です。ボキャブラリーがたくさんあればあるほど、やはり文章力は強くなっていきま す。 そうです、ね、だからスラントさんはとても正しいです。でも文法もちゃんと勉強してくださいね。はい、かりました。よろしくお願いします。ダリジェシシ、はい、お願いします。はい、それでは、ではですね、次にじゃプットルシさん聞いてみましょうかね。プットルシさん、日本語を勉強するようになったきっかけは何ですか？あの、私は、はい、ジャニーズと宝塚が大ファンです。ちょっと待って、少々お待ちくださいよ、少々お待ちください。ブトリさん、まあ、私はジャニーズが好きというのは結構たくさんいますね。たくさんいます。だからこれは珍しくない、はい、珍しくないですが、宝塚が好きというのは珍しい。はい、あの、皆さんにちょっとじゃあ説明しましょうね。プトリさん、宝塚を日本語で説明してください。あの、何でしょうか。宝塚は全部女の子の事務所が、うん、あの、ミュージカル、うん、ミュージカル、あの、ミュージカルと何ですか、あの、ダンスと、あの、歌ができる。できます。あの、女の子が、
女の子事務所が、dibagi、なんだっけ、男役と娘役、なんだっけ。jadi perempuan dan jadi laki-laki seperti itu. Sensei, 声聞こえない。先生。先生固まっちゃった。また変ですね。宝塚に、はい、宝塚に驚いて。Hai, sepertinya kaki sensei sedang bermasalah ya, masalah koneksinya. Hai. すみません、Putri さん。じゃあ、もう一つ質問を聞きたいです。Putri さんは、宝塚を見たことがありますか？何？宝塚を見たことがありますか？見たことあります。あの友達から DVD DVD を、日本へ買って、一緒に見て、私ファンになった。ああそうですか。で、宝塚は多分インドネシアであまり有名じゃありませんかもしれませんが、どうしてわかりますか？どこから知っていますか？あの最初からあのジャニーズの番組、ジャニーズの番組が宝ジェンヌ、宝塚の人が入って、私バリエティ、番組が見て、調べて大好きです。おおすごいですね。Jadi sekarang deh. Ogawa-san とか Kinoshita-san は宝塚を見たことがありますか？はい。宝塚はもともとは地名なんですよね。アサールダリナマコタヤ。はい。宝塚ね、デカタダイ神戸。サヤティンガルディ神戸、ジャディ宝塚ね、デカタ。ディサナアダタマン、タマンジュガ、遊園地。ランジュガアダミュージック。あそこから劇場、宝塚劇場、アダディ東京ジュガヤ。はい。Yeah. そうです。ジャディ、ムーキン、スリンリハットニア、ディ東京か、ムーキン。カロディ、いや。トゥルース、宝塚イト、アダスコラジュガ。はい。ジャディ、いや、バニアク、オラン、プルンプアン、ヤンマシムダ、SM、アー、SMP、マウ、マスク、宝塚。ウントク、ブラジャール、ミュージカル。はい。Susu Dania, ada yang dulu saja bisa masuk ke Takarazuka. Susah sekali. Susah sekali. Yakunen imas tate mas. Yakunen Takarazuka. Sejarahnya sudah ya. Sejarahnya. Ya. Thank you. 14年から。すごいですね、14年から。ああ、そうやバルタオや。ダマスカリ、イタアダスジャーズ、ダマスカリ。はい。OK、じゃあ次の人聞きましょうかな。じゃあ、アマダさん、アマダさんはどうして日本語を勉強しましたか？私の場合はやっぱりいとこの主人は日本人で、まあ、日本人と話すときはいいなと思いました。日本語を勉強しようときかけです、それは。日本人からの日本語を聞いた時、はいはい、日本語が面白いですね。で、その時から日本語を勉強して始めますね。はい、そうです。そうです。おお、いいですね。じゃあ、今。カラッパやっと。はい。だから、じゃあ、それは歌う。どのように日本語はいいなと思いました？発音が
面白いです。例えば、ちょっとにゃ。大阪弁の。大阪弁なんでやねんとか。来てくなはれ。大きにとか。面白い。そうです。まあ、あ実は初いとこ、はい、いとこの主人は大阪出身で。やった。くんばり。くんばり。イエーイ。おかえり。おかえり先生。ダブルです。台所です。さっき聞きなかった。どうなったアマンダさん。それで lanjutkan itu yang tadi sudah. はい。あそう。ネプトリさんは何、はい、宝塚が好きだから日本語を勉強しようと思ったの？はい、そうです。すごいじゃん。サブタイトル、宝塚がサブタイトルが、うん、いませんです、ありませんですが、私日本語が勉強、どんどん勉強します。あ、それは素晴らしい理由ですね。さっきの市先生に似てる市先生も、うんうん、時代劇の勉強をするために日本語を勉強したって。プトリさんは宝塚を見るたびに宝塚のサブタイトルがないからこれは日本語勉強しないと宝塚のミュージカルが分かりませんということで、そうです。でプトリさんは宝塚を生で見たことがありますか？ああ日本で、うんうん、あないです。ないですか？あじゃあいつもなんか YouTube とか、DVD友達の買って DVD が一緒に見て。あそうですかね。ダニエルはもう話しましたか？ダニエルさんはプルナノントンってブルム。はい。ブルマレです。まあ、はい、OK。プトリさん。ジェネシスのおかげで。はい、プトリさん、ダニエルさんは宝塚を日本で見ましたよ。あ、やばい。やばいでしょ。セックスフィア、セックスフィアの。はい。で、イチ先生もとても宝塚に興味がありますね。で、とてもダニエルさんも宝塚興味がありますよね。面白かったですね。うんうん、はいはい、わかりました。じゃあですね、プトリさんの素晴らしい理由の次に今度はですね、小川さんと木下さんにインドネシア語を勉強するようになったきっかけを聞きますよ。いいですか？はい、はい、それでは、木下さんに行きましょうか。インドネシア語を勉強するようになったきっかけは何ですか？ちょっと話は長いんですけど、30年以上前に、はい、仕事でジャカルタに、はい、何ヶ月か行くことがあって、うん、その時はインドネシア語はもう分からずに英語で仕事してたんです。うんうん、ただ、時々面白いなと思ってたんだけど。で、5、6年前に完全退職して、はい、ボケ防止に何しようかなと思った時に、よし、昔やらんかったインドネシア語をやってみようと思って、始めたのが今なんです。あ、なるほど。皆さん大体分かりましたか？木下さんね。昔仕事をできた時に少し勉強しましたが、その後リタイアして、そして今はまあ、だんだん年を取ってくるとなかなかこう覚えられなかったりとかするようになりますから、ね、ボケてしまうと言いますが、でボケないようにスパイアティダピクンですね。勉強を始めるというコース。はい、ブラジャーインドネシア。はい、小川さん。小川さんは私はインドネシアに住んで必要に迫られて勉強を始めたんですが、うんうん、はい、少し勉強して覚えるとインドネシアの人は、うん、私があまり話せなくても一生懸命聞いてくれるんですね。はいはい、うん、私なんかアメリカにも住んでて英語も勉強したんですけど、うん、アメリカの人は、うん、なんかあまりちゃんとランチャルに話せないと本当になんかちゃんと聞いてくれなくて冷たくてなんかただインドネシアの人は本当に間違ってても、うん、ニコニコしながら私に私の話を聞いてくれたのが嬉しくて、はい、ええ、一生懸命もっともっと分かりやすく伝えたいなと思って勉強を始めました。スラントさんと一緒ですね。スラントさんと同じですか。はい、そうですか。やっぱりね、
勉強するとそれを褒めてくれたりとか、それをしっかりと聞いてくれるというのはすごく嬉しいですね。うん、はい。はい、それでは、次また戻りますよ。インドネシア人の人に戻りますよ。じゃあエルフィさん、エルフィさんは日本語をどのぐらい勉強しましたか？どのぐらい、うん、何年ぐらい？大昔のことです。大昔ですね。大昔。はい、日本語を勉強するようになったきっかけは何ですか？そうですね、うん、その時、はい、33年の時でした。93年の時でした。はい、うんうん、その時、はい、まあ急に数字に、うん、ついていくようになりました。どこについていくように？日本についていくようになりました。1993年にご主人が日本に行くことになったんですね。はい、はい、うんうんうん、主人が先に日本に、留学生として日本に行きました。はいはい、そしたら、主人が論文を書くとき、なんか私に手伝って来ないのかとか。ほうほうほう。はい。だって、来ないの？ああ、うん、私は妻として主人が呼んだら、それは必ず行くという。おお、いい奥さんですね。だから、まあ。そうですか。3ヶ月日本語を、なんでかな、早く勉強しまして、日本に行きます。あ、じゃあエルフィさんはそのご主人が留学のために日本へ行くことになる前は日本語を勉強したことはなかったんですか？あ、それでもう大急ぎで3ヶ月間勉強して、大急ぎで3ヶ月会話のクラスを取って3ヶ月だけクラス取って、その3ヶ月後は、うん、日本に行くようになりました。そして、うん、日本に何年？2年間。そうですか。そして、エルフィさんは今日本語の先生ですよね。はい。おかげさまで。日本語の先生になろうと思った何かきっかけがありますか？そうですね。その時、うん、私は実は建築家ですよね。不動産に勤め、はい。建築家ですか？建築家です。アーシテクですね。アーシテクです。すごい。いやいやいや。そしたら日本から戻ってきたらまた同じ不動産に入ってきて、不動産会社に戻って、同じ会社に入ってきて、そしたらその時インドネシアは経済危機でした。98年でしたかね。7年ですね。7年暴動があったですかね。はい、はい、ちょうどその時、はい、はい、私のなんていうかな、考えが変わりました。は、情勢はやっぱりうちですね。外じゃないです。その時私の考えは変わりました。うんうんうん、そしたらどうしようかな、これ建築家としてうちでも仕事できるから、うん、会社から辞めました。会社は辞めました、うん、会社を辞めました。うん、で建築家の仕事をうちでするようになりましたか？はい、だけれども経済危機ですのでそんなにうまくできなくて、うん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 、できなかったので、そしたら私はちょっと暇すぎるかな、うん、何が時間があるのでね、そうですね、うんうん、じゃあ日本語を忘れないように、うん、また日本語学校に入ろうかなと思いました。そしたら日本語学校に勉強しに入りました。う
うん、そしてどうして先生に今なったんですか？あ、その時私の先生は、うん、私は勉強3回目なんで、3日目3回目に、入った時、先生が、私の先生はエルフィー、私を手伝って、はい先生、何が私は手伝うことができますか、教えてください、私のクラス。お教えますか、それは全然思ったこともなかったです、教えることは。じゃあ、まあ、エルフィさんがその学校に入った時に、エルフィさんの日本語の能力はもうとても高かったんですね。いやいやいや、全然、私はその時は、なんていうかな、早急のクラスに入りました。うん、そうですか。だけれども、もう少し、なんていうかな、2年間です、2年間、日本に住んでいたので、まあ、なんていうかな、なんていうかな、早急が。情報がもうありましたよね。少し自信がありました。ですから勉強、なんていうかな、忘れないようにもう一度、完全に日本語を勉強しようかと思いまして、その時。なるほど。そしたら何を私は教えることができますか？いや、じゃあ、ひらがなからでした。なるほどね。はい、わかりました。ひらがななら大丈夫でした。はい、ありがとうございます、エルフィさんね。まあ、日本語を勉強するようになったきっかけがご主人の留学で、そして日本語の先生になったきっかけが日本語学校にまた入ったことということでね。じゃあ、アウディさんが日本語を勉強するようになったきっかけは何ですか？私、多分、一先生同じです。日本の歴史。侍か。はい、侍。でも、その前に私は、はいはい、PlayStation が遊びて、PlayStation ね。うん、2つのゲームは一番大好きです。はい。源氏と鬼武者です。なるほど。はい。はい。はい、源氏はそのキャラクターは源義経と、はい。弁慶です。弁慶。はい。弁慶です。はい。それと、大切り先生。はい。そして、鬼武者は。はい。そして、鬼武者は、その、はい、明智光秀と、はい、信長織田です。なるほど。織田信長ね。この実は。はい。じゃあ、アウディさん、このプレイステーションの話はまた今度にしましょうね。ちょっとこれ、ね、ちょっと長くなりそうですからね。で、多分ダニエルさんなんかは日本語を勉強するようになったきっかけは仕事なんですよ。入った仕事場所がね、やっぱり日本語の学校だったか、日本語を勉強するようになりましたみたいな感じですが、じゃあ皆さんに、もう先生ちょっとさっきちょっとじゃらんじゃらんでしたから、時間があっという間に終わってしまいましたね。今20あと2分なので、いつものように話しますね。日本語を勉強するようになったきっかけはというアンケートの結果があります。1位、まあアニメ漫画 J-POP というようなね、まあポップカルチャーですね。で、これはすごく多いです今はね。で、2位は日本語という言葉自体への興味、ブトルブトルバッハサが面白いということでね。で、3位、日本の歴史文化芸能がとても興味があるから、うん、ということですね。これはやっぱりもしかしてプトリさんなんかそうかもしれない、芸術とかね、はい、それから4番、留学、まあ、これはエルフさんはご主人の留学でしたけれども、これ4位です、留学。そして第5位が観光。観光は何ですか、皆さん。パラウサタ。そうです、観光ですね。例えば、普通に旅行が好きで、今年はフランスね、来年はアメリカね、そしてこう日本ねと言って、たまたま日本に行って、あ、日本ってとってもいいところと思って日本語を勉強する。例えば先生ですが、誰か先生に聞いてください。会計先生、どうして日本インドネシア語を勉強するようになったんですかって、誰、日本語で聞いてください、先生に。はい、誰、ユスフ、
はい、ちょっと待って、あのエルフィさん今日たくさん話しましたが、ユスフさん、はい、どうぞ先生に聞いてください。アラサンヤ先生、モライブラジルバー先生に。先生、どうしてインドネシア語を勉強するようになりましたか？するようになりましたか？はい、先生は1993年、1993年に、はい、インドネシアのバリ、武漢、1987年にインドネシアのバリ島へ来ました。バリ島、その時ね、ハレー彗星っていう、まあ、これ大昔だからみんな知らないと思いますが、ハレー彗星という、あのこの、あの星が飛んだんですね。で、それを見にインドネシアのバリ島に来ました。でもその時にインドネシアのバリ島がインドネシアということはあまりよく覚えてない。とにかくバリ島と思ってて、で、その時にさっきの小川さんと同じです。インドネシアのバリ島の人たちはすごく親切で優しくて、そしてとても美味しい食べ物や果物、そしてすごくいい匂いのする花や果物、そして素晴らしい宗教の文化があって、あっという間に恋に落ちました。ジャトチンタフォーリンラブです。で、この国に毎年来ようと思いました。で、毎年来るためにはインドネシア語が分かった方がたくさんコミュニケーションができて、ここのインドネシアの人たちと仲良くなれると思いました。それから先生はインドネシア語を勉強し始めました。どうでしょうか？素晴らしい、素晴らしいです。ということでございますね。はい、で、あのその後はあのインドネシアで日本語の先生を始めました。ということで、今日は皆さんが日本語を勉強するようになったきっかけをお話ししてきました。はい、それでは来週のトライアルクラスはどんなテーマでしょうか？ダニエルさん、どうぞ。来週のテーマはアシスタント先生はあんまりですね、お花見と桜。そうなんです。今皆さんね、今年は桜がすごく早く咲いてるんですが、桜といえばお花見、ね、お花見といえば桜ですね。はい、ということで来週のジャパニーズランゲージトライアルクラスは日本の桜とお花見についてお話をします。それではまた来週、皆さん、はい、また来週。ありがとうございます、先生。お疲れ様でした。ありがとうございます、先生。ありがとうございます。